大家好，佐藤健です。周谈健公台语问候台粉，来台拍摄滑雪曝光。初恋男神周谈健上月来台拍广告，吸引上千粉丝，直接办起机场签名见面会。经拍摄花絮曝光，男神对台湾粉丝热情念念不忘。本当に想像以上に空港に皆さん集まっていただいて、こう温かく迎えてくれたのですごい嬉しかったです。好きですね。僕季節の変わり目が好きなんですよ。だから冬から春になる時ってこう、まあ、ずっと寒かったのがこう、あ、今日暖かいって思えるような、その風とかその空気の匂いがすごい好きなので、本当最近もうまさに3月になって春の匂いを感じれるので、その、空気が好きですね。いつも来て思うのはやっぱりこう人が優しいで、あと今回はまさにの撮影させてもらって思ったのは、皆さん仕事に対してすごく真面目だしストイック、本当にいいものを作りたいっていう思いが伝わってきた。声をかけていただいて呼んでいただいてすごい光栄だし嬉しいです。でこのこっちの台湾茶、日本であまり出会わないお茶なんですよね。結構普段飲む緑茶の中に紅茶らしいフレーバーみたいなものを感じて、糖分入ってないんだけどちょっとなんか甘みを感じるようなのがすごく、日本でもこういうの飲みたいなと思う。我是黑松茶树味代言人周谈健，相遇如此耐人寻味。